今日で YouTube に動画を投稿し始めて、毎日投稿し始めてちょうど1ヶ月、その毎日投稿の結果がどうなったか、もうすべてさらけ出しちゃいます。すべて皆さんに見せます。今から YouTube を始めたい人、チャンネル登録者数が500人未満でもっと伸ばしたいなっていう人、ぜひこの動画を参考にしてください。動画の後半には毎日投稿するメリット、そしてデメリットもシェアしますので、最後まで見てくださいね。サルウェイボンのりです。今みんなが見てくれてるこの動画から、毎週日曜日にはアラフィフ YouTuber の挑戦ということで、アラフィフで YouTuber を始めてどうやって YouTube を攻略していくか、成長させていくか、その過程を毎週日曜日にシェアしていきたいと思います。普段このチャンネルではどうやったらもっといい動画が撮れるかみたいな、動画制作に関すること、それから今住んでるこのカナダのこと、まあそれに絡めてちょっとした英語のことなんかをシェアしてますので、YouTube に限らずね、そっちに興味がある方もぜひチャンネル登録をお願いします。今現在俺チャンネル登録者数が515名。ね、もう皆さん本当ありがとうございます。515人今実際いるんですけど、やっぱりね、YouTube を始めて、それから今のこの500人のところを超えるところまで、まあいろんな苦労もあったわけですよ。で、どうやって伸ばしていったらいいかなんかもね、自分でももちろんいっぱい調べたりとかもしたんですけども、なかなかこれがね、チャンネル登録者数がもうすでに1万人を超えてる人の意見って、こう、あんまり参考にならないんですよね、正直。みんなもそう思いません？なので、もうリアルに自分がこのチャンネルをこう伸ばしていく過程、まあこの方法は良かった、これやってみたけどどうもうまくいかないなとか、この前、やってみた、この方法すごい良かった、これだけ今伸びてるよ、まあそんな感じのことをリアルにみんなにシェアしていきたいなと思ったんですよ。今から YouTube を始めたいなと思ってる人とか、チャンネル登録者数が500人未満でもうちょっと伸ばしていきたいなと思ってる人、必ず参考になると思います。俺が YouTube を始めたのが2018年の秋で、そもそもはビデオグラファーとして映像制作の仕事をしてるので、その作った映像の作品置き場っていうようなイメージで、あ、YouTube いいんじゃねと思ってチャンネルを始めたんですね。そしてその後、自分がこう英語で習った、英語環境で習ってきた動画制作のノウハウなんかを、やっぱ当時ね、いろいろ調べてたんですけど、日本語で調べてもね、なかなかこう、情報って出てこないんですよね。なので自分が覚えてきたそのスキルを、今度は逆に日本語でみんなにシェアしたいなと思って、それで YouTube にこう、ハウトゥー、動画制作のハウトゥーに関することも上げていくようにしたんですね。その頃からチャンネル登録者数っていうのをちょっと少しずつ意識するようになってきたんですよ。その頃が、そうだな、2019年、ちょうど1年前ぐらいかな、2019年の春ぐらいの話です。当時がチャンネル登録者数がちょうど100人ちょっとぐらいだったと思います。でもね、なかなかこれ急に伸びないんですよね。まあ、ただね、自分がやれる範囲で普段の仕事をしながらシェアできる限りの情報をアップロードしていって、そして徐々に徐々にチャンネル登録者数も伸びてき始めたんですよ。そうだな、投稿してる動画が50本超えたぐらいからですかね。やっぱ本数は正直ある程度大事だなっていうのをその時に感じたんですよね。それがもう2020年今年になってからの話で、3月ぐらいの話だったんですよ。そこでね、タイミング良くというか、まあ悪くというか、コロナウイルスの影響でね、日本も大変だと思うんですけど、カナダも今もう外出自粛中なんですね。まあ当然ビデオグラファーとしての仕事も行って撮影とかってできないんで、もう全然なくなっちゃって、じゃあ毎日投稿やってみようと、 YouTube にどこまでできるか、この期間にちょっとやってみようと思ってやり始めたのがちょうど1ヶ月前、4月からなんですね。そこでじゃあ毎日投稿して、実際毎日投稿してるんで動画実際30本上がってるんですけども、じゃあどういう風に変わってきたか、このチャンネルがどれぐらい成長してきたかっていうのをリアルにちょっと皆さんにシェアしたいなと思ってます。ちょっとそのためにも画面を見せながら話しましょうね。これが YouTube Creator Studio のログインした一番最初の画面で、でここで見てほしいのがチャンネルアナリティクス。
今現在のチャンネル登録者数が515人なんですね。毎日投稿をしようって決めた1ヶ月前で、1ヶ月前から今31日かな、1ヶ月毎日連続投稿してるんですけども、その30日間でチャンネル登録者数が何人増えたか、結果は85人です。ありがとうございます。チャンネル登録してくれてる人ね、まだの人お願いしますね。で、じゃあ実際にこのチャンネルがどういう風にね、推移してきたかっていうのをちょっと見せたいんで、チャンネルのアナリティクスに移動、ちょっとこれをクリックしますね。はい、じゃあこれがここの1ヶ月の流れなんですけど、こうしてる間にもチャンネル登録1人増えた。ありがたいな、ありがとうございます。今516人です。やっぱね、でもね、500人に来るまでって結構しんどかったんですよね、正直。まあだからこそね、こういう動画を撮ってるんで、みんなにもシェアしていきますね。で、実際にちょっとここだけで見ると分かりにくいかなと思って、これ過去28日間なんで、これをちょっと過去365日に変えてみましょうか。ちょうど1年前はそんなに動画を頻繁にアップしようとも思ってなかった頃で、時間がある時に動画制作のまあノウハウなんかをまあたまにアップしてもいいかなって、それぐらいの感覚だったんですよ。その時から比べると分かります？連続投稿し始めてからぐーんと右肩上がりに上がってるんですよね。それだけ視聴回数もやっぱりもう圧倒的にガーンって増えてるんですよね。で、ここをもうちょっと詳しく見たいんで詳細で見ますね。こんな感じです。これが過去365日、どれぐらい動画が見られてきたか、それぞれの動画で見ることができるんですね。で、俺の動画で一番ヒットしてるのがフレームレートを理解して美しい動画を撮ろうっていうこの動画なんですけど、これがね、1年ちょっと前に作った動画なんですけど、この1年間でチャンネル登録者数がこの動画から215人来てくれてるんですよ。こういうね、何かこうヒットするような動画っていうのは、これちょっと大事だなっていうのは本当この時改めて感じました。で、やっぱり毎日投稿するとそれだけ動画を見てくれる人がこう増えるわけじゃないですか。圧倒的に自分の動画が露出しますよね。で、チャンネル登録してくれてる人が最初ってもちろんねゼロだと思うんですよ。でも、まず最初にやった方がいいなで自分がやってきたのは、まずはもう知り合いに当たりましょう。こんな動画作ったから見てね。旅行に行ったら旅行の動画でもいいんですよ、全然。この前旅行に行った動画編集して俺の YouTube のチャンネルに上げたから見てね、チャンネル登録しといてね。全然最初はそれでもいいんですよ。そして走行していくうちにね、動画の本数が増えていくと、まあ、関連動画っていうところにね、こうジャンルで載ってきたりするようになるんですよ。するとそこからだん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 増えていく。そしてこういう何かその中で一本ヒットするような動画が生まれると、今この動画、今時点でね、総視聴回数が、これは過去365なんで、実際もうちょっと多くて今1万7000ぐらいなんですよ。最初から1万7000あったわけじゃないんですよ、全然。関連動画に乗り出してそこから上がっていったんですね。こうヒットする動画が出てきたら、この動画をうまく使った方がいいです。ここから例えばエンドロールで他の動画紹介する動画を入れたり、あと俺がやってるのが途中にこうカードを足せるんで、カードってこう画面のこの辺にこうピョンって出てくるでしょ。そこでちょっと似たようなジャンルの動画、多分この動画を見てくれてる人だったらこの動画も興味あるだろうな、いいだろうなと思う動画をそこの関連にそのカードで出してあげたりとかね、するとどん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 そこで他の動画の再生回数っていうのも上げていくことができるし、つなげていくことができるし、そこからなんかこう軌道に乗り出すみたいな、そんな感じですね。で、そういう何かこうアクティブな動きを感じ始めたのが、やっぱね、動画をね50本以上アップしてぐらいかな。数字として見えてくるのが、こう感覚的に分かってくるのが、やっぱ動画はね50本上げた方がいいと思います。やっぱり圧倒的に数が少なすぎるっていうのはちょっと難しいんじゃないのかなと思うんですよ。やっぱり週1だったら1ヶ月でもう4本しか動画上げれないのが、毎日投稿やると30本でしょ。もう7倍以上ですよね。7倍以上のこう間口が広がるっていうかね、露出の機会がある。これはやっぱり毎日投稿のメリット間違いなく一つです。もう一つね、自分が感じる毎日投稿のメリットは、いろいろ試すことができる。それだけ動画を作ってるんで、どの動画がこう反応がいいのか、
逆にどの動画がいまいち思ってたほど良くないのかっていうのが、週1の時よりはもっとこう見やすくこうビジュアル化されてるっていうか、もう本当画面を見てもそのままなんですけど、ヒットしてる動画ヒットしてない動画っていうのを自分でもっと視覚的にもっとやっぱ見やすくなるんですよ。これが週1で投稿してた時ってやっぱり元々のデータが少ないんで、こう見にくいんですよね。視覚的にこう分かりにくいっていうか、それがやっぱり連続投稿する毎日1ヶ月やった結果としてはすごいメリットかなと自分は感じてます。データの分析がしやすくなりました。まあこれだけでもね、もう絶対やる価値はあると思うんですよ。で、実際にやりたいな、毎日投稿ちょっと頑張ってみようかなって思う人がいたら、ぜひやってみてください。やってみる価値は本当にあると思います。デメリットの話をしましょう。デメリットはね、一番はね、やっぱ大変大変ですよ、本当毎日投稿って。もうビデオグラファーとして動画を作るのを仕事としてる人間でも大変だと思います。まあもちろんこれはね、動画の種類にもよるし、チャンネルのジャンルにもよるし、どこまでやるかってもまあ自分が決めるわけじゃないですか。俺的にはやっぱりそのビデオグラファーなんで、こう下手なクオリティのものは出したくないなっていうのが自分の中であるわけですよ。やっぱりそれなりにちゃんといいクオリティのものをね、ベストとは言わなくても、自分ではこの動画はいいなと思うものをこう作りたいわけじゃないですか。で、そのゴールをあんまりね、こう目標を高くしすぎると、毎日投稿これ結構しんどいと思います。もうひどい時なんかどれぐらいで、もう夜中のね4時ぐらいまで編集やってたことがあるんですよ。スムーズに編集できてる時は OK なんですけど、編集中にトラブルがあった時とかね、動画をうまく読み込めないとか、読み込んでみて編集ソフトにプレミアに入れたけどうまくそっち側で読み込んでないとか、まあそんなトラブルがあって夜中まで編集かかっちゃった、もう朝方まで編集かかっちゃったっていうことは、もう本当すごいたくさんありました、正直。ただね、それもね、メリットとして捉えると、逆にそうやって毎日やる、もうデッドラインがここだったらカナダの時間での朝5時までに俺動画をアップしないといけないんで、動画編集のスキルは間違いなく上がります。それは毎日やるから当たり前なんですけどね。作業はもうほんとすごいスピーディーになったし、でスピーディーにする方法っていうのも自分なりにどん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 スキルとしてこう蓄えることができたんじゃないかな、スキルアップできたんじゃないかなっても思います。まあ撮影の仕方ももちろんそうですけどね、編集しやすい撮影の仕方とか考えるようになりました。間違いなく毎日投稿やるメリットはあると思います、トータルで考えてもね。なので、今から YouTube を始めたい人、チャンネル登録者数500人未満で今から伸ばしていきたいなと思ってる人、もし可能ならぜひ毎日投稿できる限りでいいんでやってみてください。必ず数字に出ると思います。前の動画にもね、コメントくれてるんですよ。ありがとうございます。あー、これピカピカして見にくいな。大丈夫、皆さんごめんなさいね。こうフラッシュみたいになってません？ライトが切れかかってるんですよ。動画制作を一緒に学んでいきましょうっていう動画にコメントをくれた畠山大樹さん、ありがとうございます。実はね、先ほどライブ配信をねやってたんですけど、そこでもね遊びに来てくれた畠山さん、ありがとうございます。最近 YouTube を始めてコーヒー系の動画をアップしたりしてます。撮影機材は iPhone 7という古代種です。のりさんの動画を拝見しながらいつも勉強させていただいてます。iPhone でもかっこいい動画が撮れるんだなって勇気をもらってます。応援してます。あ、僕も頑張ります。ありがとうございます。いや、 iPhone でもほんといい動画撮れますよね。今も iPhone X だし、畠山さんもね iPhone 7を使ってるみたいですけど、チャンネルちょっと見させてもらったんですけど、すごいいい映像撮れてますよね。これちょっとピカピカしてるのうざくないですかね。ちょっと切っていいですか、ごめんなさいね。少し暗くなっちゃうかもしれない。いや、でもよかった。本当参考になってるなら本当何よりです。もうそれが一番嬉しいです。まあこんな感じでね、毎週日曜日は YouTube に関すること、今日はね、毎日投稿したらどういう結果になってきたっていうところだけしかちょっと見せてないんですけど、じゃあ実際、具体的にどういうふうなことを今までこう自分が登録者数を伸ばすのにやってきたか。まあもっとベストな方法はあるかもしれないですよ。ただ実際自分がどうやってきて今この500人っていうところまでたどり着いてきたかっていうのをシェアしていきたいと思います。でそれ以外の月曜から金曜までは動画編集に関するまあハウトゥーだったり、動画の撮影に関するハウトゥーだったりっていうのをシェアしていきながら、もう少しね外に出れたら
カナダのこともね、こうブログ形式でシェアしていきたいですし、そして土曜日には、ライブ配信をやってます。ライブ配信でリアルにみんなとこうつながれて、もう本当すごい楽しかったんですよ。1回目の配信やったんですけど、まあ、そんな感じでリアルに皆さんとコメントのやり取りをしながら、まあ、動画編集のこととか、それからまあ英語のこととか、まあ、横乗りのことでも何でもいいですよ。カナダのこととかね、それを皆さんとこうシェアできて、このチャンネルでみんなで盛り上がっていければなと思ってます。じゃあこの動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録まだな人、しつこく言ってますけど、ぜひお願いしますね。明日の動画でまた会いましょう。 See you tomorrow. Peace out. I'm not sure. Really? Yeah. I got it in. You didn't see.